皆さんこんばんは。ご近隣の皆さんも、横断歩道赤信号でお待ちの皆さんも、そしてプラットホームでお待ちの皆さんも、多くの皆さん、お集まりいただいた皆さんも、17日間応援をいただいた決死広島の皆さんも、本当に最後の最後まで戦い抜いていただきました。大変宮口春子のいい選挙にしていただきました。まずは心からお礼申し上げます。本当にありがとうございます。私は立憲民主党の幹事長を手伝っております福山哲郎と申します。今日は国民民主党の玉木代表にもこの広島に来ていただいて、結集広島は多くの働く者と、そして多くの政党がみんなで宮口春子さんを応援しようという戦いをしていただきました。玉木代表にも心からお礼を申し上げます。本当にありがとうございます。もう本人のご挨拶があるので長くは申し上げませんが、大変な激戦になりました。あと一押し、あと二押し。私も広島をあちこち車に乗りましたけれども、宮口さん頑張れ、宮口さん負けるなという応援を本当に広くいただくようになりました。一人一人の広島県民の皆さんの普通の声が宮口さんをこれほどまでに押し上げていただいたと思います。宮口春子さんは障害を持ったお子さんを育ててこられました。障害者の理解を深めるヘルプマークの運動をずっとやってこられました。僕は最初に宮口さんに会った時に、彼女は何を言ったか、障害者の運動をやってきたけどやっぱり差別や、やっぱりいろんな聞いていただけない壁がある、その壁を少しでも少しでも壊せるなら私は小さな声を届けたい、彼女はそう言っていただきました。この17日間宮口春子さんの思いはちょっとずつちょっとずつ少しずつ広島の皆さんに届きました、届いてきました。それがこの大激戦だというふうに思います。この選挙は政治と金が争点です。しかし政治と金にけじめをつけるのは自民党ではなく広島の皆さんにけじめをつけていただきたい。そして過去ではなくて未来に向かって宮口春子さんとこの広島の政治を良くする動きを広島の皆さんに明日の投票日作っていただきたい。心からそう思います。古い政治とありがとう、ありがとう。本当に多くの皆さんに応援をいただくようになりました。古い政治と新しい政治の一騎打ち。ただ広島の皆さん、投票に行っていただかなければ変わりません。どうか明日は投票に行ってください。そして宮口春子と書いてください。そして夜には県民の皆さんと広島の政治がやっと動き出した、未来に向かって動き出した、小さな声を届ける政治が始まる。金ではなくて皆さんの一人一人の普通の人の心から始まる広島の政治を作っていただきたいと思います。この間結集広島、佐藤浩二代表をはじめ多くの連合の皆さんをはじめ皆さんに応援をいただきました。そのことを心からお礼を申し上げ、そして何としても勝たせていただきたい、そのお願いを申し上げまして、私幹事長福山哲郎からのお訴えとさせていただきます。どうか明日勝たせてください。よろしくお願い申し上げます。